ガザン・ FC は大韓民国の中世南道ガザン市をホームとするサッカークラブである。韓国警察が母体のガザン・ムグンファ FC を前身とする。兵役期間中のサッカー選手をプレーさせていた警察庁のクラブであったガザン・ムグンファ FC は2019年11月に市民サッカークラブへの転換を発表した。これによって韓国籍を持たない外国人選手も 新しいクラブではプレーが可能となる。12月27日、新しいクラブ名が中南河山 FC に決定したことが発表され、合わせて刷新されたロゴが披露された。創設1年目の2020年シーズンは K リーグに再開に終わっている。2021年シーズン開幕前の2月22日、中南河山 FC は遺産民及び同、不治療兵の加入を発表。 1999年生まれの遺産民は2020年シーズンに、ウルサン現代 FC から期限付き遺跡で、クラブに加入してプレーしていたが、飲酒運転で摘発された事実を申告せずに、公式戦に出場し続けていたことで15試合の出場停止処分と400万ウォンの制裁金を課せられていた。一方、道淵はベガルタ仙台在籍時の2020年10月20日に、週刊誌、 フラッシュによって交際相手への傷害容疑で逮捕されたことが報じられ、同日付で契約解除となっていた。不祥事を起こした両選手の加入について、中南画山はクラブ内部でも深みのある議論と多角的な検討を行った末に加入を進めた。社会的な物議を醸したことは否定できないが、トレーニング期間中に選手の態度を継続的に見て、 面談を通じて、選手の確実な変化の感じ、社会的に問題を起こして選手及びクラブの品位を落とす行為をしないという確約を受けて契約したとし、クラブも選手全員に対して教育を進めて、事件事故発生の防止に最善を尽くし、選手本人も過去の過ちを反省し模範になるように努力するとの声明を発表した。しかしながら道口加入を決めたクラブの決定は、 女性団体や市民団体の反発を招き、道淵の即時対談を求める集会やデモが行われるなど、抗議運動が拡大し、最終的に道淵との契約を解除する事態に追い込まれることとなった。さらに、クラブ代表取締役の高額税金滞納などの問題も明るみに出たことから、クラブは2021年8月19日に臨時取締役会を開き、 取締役15人中12人の賛成でユンジョン、代表取締役及び事務局長の解任案を可決した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。